うなぎとジビエっていう2つのものを扱ってて、まあ、どっちも高級店でしかないようなものをカジュアルにどうやって食べてもらうかっていう。ジビエに関しては下処理をすごい早く丁寧にしてるんで、まあ、臭みがない。とうなぎに関しては美味しいうなぎを美味しく食べさせるのどうやったらっていうところで、まあ、地焼き蒸さないでっていう、でその2つにこだわってるっていう感じですかね。他にはない食材を取り扱っていますので、ぜひいらしてください。